はい、こんにちは、アキラです。ちょっと今日は久しぶりにゆるい動画を撮っています。っていうのもね、ちょっとした余談なんですけれどもね、水着の話です。少し前の動画でも予想したんですけれども、まあ、今回ね、2022年の水着映像はレオナが、まあ、有力だという予想をしたんだけれども、ちょっとですね、新しい候補が出てきましてね、それがセイリオスなんじゃないかと。っていうのも、今月7月のログボの画面っていうのがセイリオスなんですよね。で、これ結構唐突に来ましたよね。何の脈絡もなくちょっとセイリオスが出てきて、で、先月6月がですね、発信ログ手術だったと。で、6月の幻影の塔にフロアの追加で、その報酬としてクリア報酬で、ウルトラレア役の発信ログ手術第2形態っていうのがまあ実装されたと。っていう感じで、まあその、このログ画面に出てくるユニットっていうのが、何かしらその月に新しく追加されるユニットとか、アークとかを、まあ予兆するようなヒントとして、まあ言われてはいるんだけれども、ここに来て、それがセイリオスだったと。で、これまでの水着映像って、まあ、女性ユニットばっかりだったんで、ここら辺で、その、ワンチャン男性ユニット、それも久しぶりのね、こう、旧キャラであるセイリオスが水着映像になるっていうパターンも、これはこれで確かにね、かなり胸熱な展開ではあるんですよね。ただまあ、そうなってくると、少し懸念を感じているのが、バンですよね。このセイリオスが来るんだったら、バンも同時に来てくれないとっていうふうには思っちゃうんですよね。やっぱこの二人って、なんというか、その二個一で扱っといてほしいっていうか、なんなら実装順っていう考えで言ったら、バンの方が先ですからね、セイリオスよりも。そうなってくると、やっぱその、セイリオスの水着が来て、バンはほったらかしっていうのは、ちょっとかわいそうかなと。まあ、もしかしたらその、バンを使ってですね、ハロウィン映像、これまでハロウィンに映像ユニットがなかったから、10月にハロウィン映像でバンが来るっていうパターンもね、そこで保管してくれるっていうのも結構素敵だとは思うんだけれども、いずれにしろですね、その、毎年恒例の水着イベントは、確定で来ると思うんですよね。で、結構その、アイジスさんとしても売り上げ要素としては大きいと思うんで。で、まあその時期としましては、この間予想したように7月末。過去の水着イベントのスタートも7月末だったんですね、大体が。なので、まあそのあたりは間違いないかなと。なので、日にちとしては7月の最後の木曜、28日ね。7月28日木曜日に水着イベントが開始で。で、まあ、最有力候補としてやっぱ思うのは、レオナであるのは、未だにそこはブレてはないんだけれども、ここに来て、その、セイリオスっていう、男性ユニット初の水着映像が来る可能性も出てきたんじゃないかなっていう、余談でした。ゆるい話をさせていただきました。どうでしょうか、僕の予想当たってるでしょうか、何かしら皆さん共感得る点ありましたらぜひ高評価お願いします。で、ぜひ皆さんね、水着ユニットのね、予想の方コメントで書いて教えてください。この間はコメントでね、お祭りダバンっていう予想を聞いただいてね、すごく面白かったです。で、今日またですね、アップで終わりましたらね、動画撮ろうかなと思いますんで、よかったら次の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。